入口サンクチュアリー・オブ・トゥルースとは、太陽国、チョンブリー・ケンパタヤにて建設中のヒンドゥー教と仏教の寺院、博物館である。地元では、ワンボランやプラサート・マイ、プラサート・スタッサムと呼ばれることもある。古典芸術、彫刻、技術保護を目的として、タイ人実業家であったレイク・ビリア・ファントによって、設計され、1981年8月13日に、 建設が開始された。現在も建設中であり、少なくとも2025年までに完成することはないと予想されているが、ヘルメットをこむることで観光客も寺院内の見学をすることができる。寺院は、地域材やハード材等の数種類の木材から建造されており、壁面にはそれぞれ体、ヒンドゥー、仏教、中華、クメール伝統の装飾が混合されて施されている。 13ヘクタールの土地に位置する、この寺院は内部面積が約2115平方メートルであり、最も高い戦闘の高さは約105メートルである。入り口には巨大なアイラーバタの彫像がある。寺院には中央から伸びる4つのホールがある。一つ目のホールは台湾を見下ろす位置にあり、生命の起源と宇宙を象徴としている。二つ目のホールは 太陽と月を祝福するものである。三つ目のホールは宇宙で最も強力である親心に敬意を示すものである。そして四つ目のホールは人類が努力するべきである謙虚さ、犠牲、良心を促すものである。ありがとうございます。